はい、どうも、ペイさんです。本日はですね、たびたび僕の動画でも登場している、飯星由美子さんの食器について、ちょっと紹介していきたいなと思います。かなりおしゃれな食器で、人気があるんですけども、この動画にたどり着いた方は、ちょっと気になって検索したりとか、どんな感じなんだろうっていうのを、知りたくって、この動画にたどり着いた方が多いかなと思いますんで、今回は、自分の使用感とかも交えながら、レビューしていきたいなと思います。ぜひ、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルでは、30代で、最近パパになった僕の、好きな、ことやものだったりの紹介とか、Vlog などを通して、僕のライフスタイル、リアルなライフスタイルをお届けするっていうチャンネルになってますんで、もしよかったらチャンネル登録していってほしいなと思います。はい。それでは早速レビューしていきたいと思います。こちらの、器なんですけども、飯星由美子さんという方の、食器になってまして、それぞれ食器にシリーズがあるんですね。飯星由美子さんの中でも。で、今回紹介するのは、アンジュールという、食器でございます。飯星由美子さんの中でも一番人気のシリーズで、こういったプレートですとか、マグカップですね。がメジャーというか一番人気の商品になってます。で、アンジュールの、意味なんですけども、フランス語で一日という意味らしくって、この器を通して一日のシーンを想像できるように、そういった意味が込められて作られているみたいです。で、色も種類があるんですけども、僕が買ったのは、木っていう色と、こちらが砂ですね。グレーっぽいのが木で、こちらが砂という種類でございます。こちら自分で買ったんですけども、こちらはいただき物で、奥さんの友人の方から、こちらのスープカップですね、をいただきました。このお皿、多分見たことあるかもしれないんですけど、鎌倉にあるカレーで有名なオクシモロンさんっていう、お店で、こちらの器で、カレーを出してくるっていうのが、非常に有名で、よくインスタグラムとかにも上がってるんですけども、おしゃれなんですよね。すごくおしゃれで、この食器が食卓にあるだけで、テンションも上がるし、一気に映えます。はい、映える食器ですね。サイズ感なんですけども、こちらのプレートは全部で4種類あります。4種類あって、こちらは上から2番目のサイズですね。中ぐらいのサイズなんですけども、これより大きいやつが、先ほど、紹介したオクシモロンさんとかで使われている、カレーとか、なんかご飯とかを盛り付けて、大きくプレートにして出せるようなお皿になってます。で、こちらは多分主に、ケーキだったりとか、おやつを乗せて使用する大きさだと思います。で、器の形も、ちょっとね、ここがくぼんでるんですよね。真っ平らではなくて、ここがくぼんでるので、量少なめの、ちょっとしたパスタだったりとか、汁っぽいものをちょっと入れても、大丈夫なように作られてます。で、カップは3種類あります。こちらが、一番容量が小さいサイズです。で、中間のものと、あと、大きいもの。大きいものは、こちらのカップですね。スープだったりとか、カフェオレを入れるサイズです。だいたいこちらが 350ml ぐらいで、こっちが 200ml ぐらいだったかな？入ります。で、詳しい紹介などは、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらのサイトをご覧いただければすぐわかるようになってます。で、そちらから通販もできますので、なっていただけた方は購入もできるようになっております。本当人気のシリーズなんで、結構すぐ売り切れたりとかもするんで、そこはご了承ください。あとは使ってみた感想なんかもね、伝えていこうかなと思うんですけども、まずお皿ですね。先ほどから何回も言ってるんですけど、もうとにかくおしゃれで、もう食卓にこれがあるだけでテンションも上がります。見栄えもいいので、ご飯がね、非常に美味しくいただけます。お気に入りの器がね、日常にあるだけで、暮らしがちょっと豊かになりますよね、やっぱり。気持ちの問題なんですけども、ぜひ日常生活に取り入れてみてもいいかなと思います。で、注意点が、このお皿、陶器のお皿全般的に言えることだと思うんですけども、これちょっとひび割れてるの分かりますか？分かんないですよね。ちょっとひび割れちゃっててもったいないんで使ってるんですけども、陶器なんで、例えば外気温がすんごい寒い時とか、ちょっと冷蔵庫で冷やしたものをレンジでチンすると、ひび割れちゃったりするので、その温度の差でね。
なのでそこだけはちょっと注意してほしいなと思います。あとはやっぱ衝撃とかにも弱いんで、取り扱うときは非常に注意が必要かなと思います。あとちょっと汚れとかも目立ってくるんですけど、人によっては中性洗剤などで洗うとちょっと色落ちがしてきちゃったりとか、あとは傷が目立ちやすかったりするので、その点もちょっと注意が必要かなとは思いますね。ただ僕個人的にはその色落ちだったりとか、こういったちょっとした傷なんかも味になってきて、なんかヴィンテージ感が出てくるんですよね。なんでそういった使用感なんかも味があっていいと思いますんで、僕個人的にはすごく気に入ってます。こういう傷とかね、色落ちなんかも、楽しめる器なんじゃないかなと思います。でコーヒーとか飲むのには僕はこの 200ml ぐらいのサイズが一番ちょうどいいなと思ってます。まあ、もうちょっと飲みたいよっていう方は、中ぐらいのサイズとこの大きいサイズがあるんで、まあ、大きいサイズを買うのをおすすめしますかね。はい、今日の動画は以上ですね。ほんとこれでケーキとか食べるとね、テンション上がるんですよね。それだけで、不思議なことに。皆さんも暮らしの道具を充実させて、より良い暮らしを送っていただきたいなと思います。でそれでは本日は以上でございます。もしこの動画だったり、まあ、他の動画ですね、お気に入っていただけたら、コメントや高評価、またチャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。